始まりまりしたザノイジーズお,お,お届けするのは私北山智之とよろしくお願いいたします。えー、っと、新作紹介ということで、ね、珍しく、あれじゃないですか、まあでもちょっともう遅いのか、配信され出してからは。もう世の中ね、やばいぐらいスピードがアップしてますからね、うん。本当ですね。でもまあまあ、今でも全然いいと思います。エ、え、ビ、ー、バリーヒルズコップ、アクセルフォーリーについて語ろう。ああ <laughs> まあなんかそのノリもありましたけど違う感じでしたよね <laughs> これだけど海外の人見るととんでもないことになっちゃったとんでもないですからねこれは OK のマグだと思ったら大ちゃんが何言ってるんですか <laughs> あそこの穴ですよえ <laughs> っって <laughs> ねそこからだいぶビバリーヒルズコップの見方が変わったみたいなね感じもありましたけどもいやーでも 3、なんかこう、3でこうなってたじゃないですか。相当3は評判悪かったですからね。評判悪かったじゃないですか。うん、で、4で、だいぶ V 字回復というか。いやー、もうだって、ね、脚本もなんか6本ぐらいなんかあったのかなうん。今回、それあって、あとボト、一回、お蔵入りになったテレビドラマシリーズの、ね、ビバリヒルズコップもありましたからね。はい、はいはい。い考えに考えて、今回、うん、もう本当に。 もう、どう水を注いでも、一滴も漏れない状態まで、そこまで考え抜いてやったでしょ、<laughs> これはそうでしょうね。<ー>だって、当初の予定やったら、なんかあれでしょあの、ビリーが殺されるとか、<laughs> あともう、アクセルフォーリー自体はもう全く、なんか所長とかになってる設定で、その部下たちが頑張るとか、いろんなやつあったんですよね。うん 過去に、ね、流れていったやつで。でも今回のアクセルフォーリーが一番落としどことしては、なんか聞いた中ではやっぱり、そうですね。うん、一番良かった。撮影したけどお蔵入りになったのは息子が主人公だったのかなああ、そうですね。それテレビドラマシリーズでしょうん。うん。なんかそれよりももう全然、やっぱりエディ・マーフィーのアクセルフォーリーが一応ね、主役を張ってるけども、 時間の経過もきっちり分かるという、このコブラ会方式ですね。いやー、素晴らしいですよ。うん、とかね、やっぱり、まあ、もうね、若い人からすると、ええっていうことで、やっぱり、ご本人がやってもらうしかないんですよ。っね、<laughs> そうですね。<laughs> トップガン、トム・クルーズ。い、ね、やいやいや、本当そうです、そうです。本当に。うんうん、やると、こんだけこ来るのか、みたいなね。 ベストキットもいつも結局ね、なんだよ、マッチはあれだっけよと思ったら、ね、ブラ会で復活して、今度、ジャッキー・チェントのね、うん、ベストキットの映画あったりとか。そう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 ,そう、うん。すごいですよ、本当に。うん。でも今回、やっぱり、おーっと思ったのは、2のメンバーが、まあ、要は3でいなくなった人らおったじゃないですか。うん。だから、1、2のあの人たちが、帰ってきたっていうのももう、お,ーお,ーおーでしたね。まあ,<の>まあ、主要なね。うん。うん、あの、タガ と所長にやってましたけど、タカートとか、まあ。タカートはそうですね、2いなくなっちゃいましたかね。うん、とか、あと,あと,あと、ウィリアム・ビリー・ローズウッドで、ね、うん、あの、気の狂ったビバリー・ヒルズのやつが、うん、今回もやっぱりちょっと狂ったおっさんとしてね、きっちり、まあでもあいつの言ってることは一番正しかったんですけど、<laughs> <laughs> <laughs> 出てきたりとかっていうのは胸熱やったし、あとほら、ビバリー・ヒルズコップ3に出てたあの気持ち悪い、セルジュってやつも。 ちゃんと出てきましたもんね。まあ、1と3に出てる人ね。そう,そう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 。うん、あいつも、ああ、久しぶりと思って。<laughs> で、これ、やっぱり、日本語吹き替え版で見るのがいいですね。あそうですか。私、ちょっと、言語で見ちゃった。あ、うん、そうですか。こ吹き替え版にしたら、もう本当にあの、テレビでゴールデン洋画劇場の気分にもう一気に戻りますよ。あ、そうですね。う,ん、うわ、最高やなと思って。だってもう、 声優勢も、なんか、みんな戻ってきたみたいな感じがすんごいしますもん。うん、え、まあ、とはいえね、山寺光一さんだったりするわけですけど、エディ・マーフーは。うん。でもでも、もう、十二分に、やったーってありますし、あとまあ、ほら、あの、テーマソングあるじゃないですか。おなじみの。うん、で、あれが、なんか最初のずっと、変なアレンジの効いた曲の作り方で、うん、もう、ちょっと違うんやな、こういう、 まあ今やからわかるけど、こんなアレンジの仕方しちゃってさ、とか言って、ちょっと僕も思ってたわけですよ。<laughs> <laughs> 思ってたら、あれ、ローズウッド、だビリーと合流した瞬間から、80年代の時のビバリーヒルズコップのテーマソングまんまになるでしょああ<ー>。いやーですよ <laughs>。来た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 っていう、もうみんな帰ってきたみたいな感じになって、これは、ちょっと胸厚で、いや、最高ですね。 うんうん、まあ、あと、なんか、最近ね、CG とかやっぱり見慣れすぎてた分もあったんですけど、やっぱちゃんと車をこう、当てるとか、うん、<laughs> ね、家突っ込むとかね、えー、ビバリーヒルズコップ節がもう満載っていう。もうつきますね、本当に。楽しい。もう、これがだから年間の傑作かって言われると、そんなことはないはずなんですけど、<laughs> ただ、 なんか一年の中で、これ見たらなんかやっぱりちょっと上がりますね、テンションがね。そうですね。う,ん、うん。で、なんかそれなりに年取ってるっていう設定もほら、まあこれも小倉会と似てますけど、うん、ちゃんとこう今回娘みたいなことがあって、ちゃんとアクセルフォーリーも年を取って、まあお父さんになっててっていうところのやつもしっかりこうドラマとしてあるじゃないですか。うん。とはいえ、こいつはやっぱりその口でね、渡っていた男ですから。ええー。 その敵のところとかとパッと遭遇してもうまいこと口でね、お前ら何やってんだみたいなこと言い出してね、うん、向こうもえとか言って、お前誰に頼まれてきたんだって、俺に聞くなみたいなこと言うわけですよ <laughs>。そうか、お前も頼まれたのかみたいな感じでこう溶け込むとか、ああいうのうまいですよね。うん、まあもうあれはステイサム理論ですよね。うん、普通に聞と相手もお、おお、なんか。 いろいろ大変なんだよって,言ってな,んかあのなんとなく、あん監視役だな、うん、ってなんか勝手に思うみたいな。そう、あの、ゴルフ場のところにね、ヘリ突っ込んだ時も、大変なんだって言って、中にまたおばあさんがとか言って書いたら、お,おうって言ってみんな行きますからね、うん、ああいうちょっとその、口にみんな翻弄されていく姿が。なんかほらアクシションシーンーみたいのも今回は ね、ちょっと増えましたけど、うん、でもやっぱ基本的にこのエディ・マーフィーって口の人じゃないですか。うん、だからやっぱそれが達者なのがね、特に吹き替え版で僕は見たから、それを感じたんですけど、うわー嬉しいなあなんかあってあの、星の王子もね、この間見たところやったから、なんか。ああ<ー>、<ど>アマゾンプライムでね。そうそうそう、2あったじゃ,、ね、たじゃないですか。うん、あれもあって、なんかこう、どんどんと、なんかエディ・マーフィーがすっごい年かけて。 風に戻ってきたみたみいなねい <laughs> よかった。あんまりね、作品自体もなんか面白いのもあったんですけど、あんまりもう、なんかこんなでかく扱われることが、星の王子以前あんまなかったですからね。なかったですね。うん、うん。あの、あれも好きやったんですけどね、一人何役やってるやつとか。うん。あの、ドリトル先生とか。ああ、だけど、まあ、あれも結構前ですからね。 そうそう,そうそう、そそううん、でもやっぱりね、星の王子とこのビバリーヒルズコップって、ちょっと特別ですよね。そうですね、うん、だから、まあ多少アクセルは、まあそれは年は取ってますけども、えー、もうそのレジェンドプリタルるや、えー、特に僕、あのケビン・ベーコンが今回、適役、適役というか、まあこれ、ネタバレしちゃっていいんですか,なんか,かないいですか、うん まあもうね、出てきた時から怪しいですからね <laughs>。ケビン・ベイコンがこんなとこ出てくる、悪役以外で出てくるはずがない感じで登場するから、もう最初から出てきた時から、ああ、絶対ラスボスやなって、わかりますけど、なんかケビン・ベイコン嬉しそうですよね、こう共演するのが。にじみ出てますよね。ビバリー・ヒルズ・コップに俺は出たかったんだ感が半端ないというか。うん。でも俺もうお前も、 ね一平卒でやってきたじゃないかっていうのが、ちょっともう、その、死にこもってるというかね。<laughs> ケビン・ベーコンも同じようにね、やっぱり年食うまでこうキャリア重ねてきてるだけに、なんかそういうのもちょっと熱いものはありましたね。うん、えー、で、きっちりね、やっぱりエディ・マーフィーにこう、転がされていく感もまた最高で。うん。うん。その、悪がやっぱり勝ちすぎないっていうのがまたいいじゃないですか。そうですね。 なんだかんだ言ってそんなに頭の良くない敵っていうね、うん <laughs> うん。だってもう麻薬の運び方があれですよ。あの、ミロのヴィーナスとかの中にあの薬を詰め込むっていう。ありますこの2020年代にその麻薬の運び方、カルテル。いやー、雑すぎますよ。もうちょっと今。まあまあ、あの、そういう、あのね、ド派手なカーチェイスも、 ちょっともう、今時ないじゃないですか、ああ、うん、いうのも。ない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 。ね。だからそこがいいんですよね、あれはね。いいねまあもちろん、今の人たちがあれをざるだって言われる可能性はあるけど、やっぱあれやんないと、好きだった頃のなんかちょっと、ね。うん、やっぱ作品、映画の、なんかビバリーズコップにならないんでね、あの時代のね。うん、そうですね。ちょいちょいでもほら、警鐘を鳴らす人はいるじゃないですか。もう今時代こういうこと言ったら、お前、小藤のこと言ったらだめだぞとか、なんかそういう。 ね、セリフ上の言い回しはあったとしても、うん、基本的にはもう、エディ・マーフィはね、やっぱり病院食なんかよりもティーボンステーキの似合う男ですから、うん、うん。やっぱりそこが悪のまんまというか、うん。結局、いろいろね、何十年の間に学ぶことはあったにせよ、基本的にはもうあのままのアクセルフォーリーがあそこにいるっていうことがもう、やめんといてほしいなっていう <laughs>。まあね。 前ちゃんとね、あの泊なんてだっけ、900ドルぐらいでしたっけ、そこのところもごまかすかと思ったら、<笑><笑>うん、疲れた、でもあれですよ、次、服は30何ドルの服でしたよ、<laughs> <laughs> あのパリッとした服はね。あ,あそこらへんは騙さないってことなんで、今の現時代に合わせてるんからね。そうですねあのー で決定的に悪いことっていうのはちょっと、かける不死はありましたね。そうそう。ちょっとなんかイラッとする、その金持ちゴルファーだけは騙すみたいな感じ <laughs> <laughs> まあ、あと、あれも良かったですよね。あの、手錠外しをやって、一見ね、こう、だ上のエ,エアーの脱走のところで、こう、逃げたと思いきや隠れてるっていう、あの、昔よくやったような <laughs> あのトリックのやり方ね。<laughs> <laughs> お前、もうテレビの見すぎだよって言いながらガツンってやられるのが、あれいいですね。 あのガツーンぐらいでケビン・ベーコンが気を失うのも最高ですからね。だしばらくしたら復活しますから、なんか、ぜ <laughs> ってなりますからね。<laughs> いいですねやっぱね、アクセルフォーリー、ビバリー・ヒルズ・コップ、やっぱこれは本当にあ、まあね、もう作り物だからうまくいくのは当たり前だっちゃ、あれなんですけど、うん、やっぱ頭の回転が半端ないですね、アクセルフォーリー。いや、半端ないですね。うん,うーん だから、カルテルのちょっと、下っ端みたいなところに、売人みたいなところにバーって入るときに、なんかこう、あん、あんたは、もうこんなとこ平気だろうけど、俺たちはもうバクバクするんだ、みたいな。<laughs> 多少緊張するのは当たり前だ、みたいなことをね。今回は、あの、自分の娘の元彼が、まあ、パートナーになるわけですけど、彼なんかもまあ、非常にこう、いい味というか、現代の味付けはしてるけども、やっぱりちょっと、アクセルフォーリーの凄さにだんだんこう、ね、 変わっていくっていう、こう、ビバリーヒルズコップの、あの、王道をちゃんと、字で言ってるじゃないですか。そうですね。うん。うん、昔で言うと、これはタガードが、タガードがワンの時に起こったことですよね。うん。最終的には、もうずっと堅物で、なんか、うんってやってたやつが、最後、あの、アクセルのもうやり方にちょっと、まあ、感化されていくっていうね。ね。うん。いや なんかね、本当にあの三人が、まあ、エリーマービーはね、やっぱずっと現役だからあれですけど、やっぱあの二人が、だんだんとあの見ていくうちに、わあ年取ったなっていうのが、昔に戻っていくのがいいですよなんかね。いいですよね。<laughs> <laughs> あのデトロイトのの所長役の人も前で出た人ですよね。あれね、えー、っと、ジェフリーか。 うん、ああ、所長ね。昔はね。そう,そうそうそう。あ,あの、エイリアン2で途中でやれちゃう人になるのね。そうそう,そうそうそう。<laughs> あの人、確か、ビバリンヒルズコップ3の時はなんか、警察はもう引退してるような気がしたんですけどね。いや、もうだってみんな戻ってきますからね。そうそう、なんか、シレット戻ってたり、まあ、私立探偵になってますとかね。うん、まあ、多少だから、役どころは変わってても、まあまあ、あの、ファミリー自体はね、ちゃんと生きてるというか。 いいですね。もうそろそろあるんじゃないですか ?48 時間3が。あー、でもやってほしい。<laughs> いや、でも企画あるでしょ。まあ、どうなるんですかね。まあまあ。うん,うん。いや、でも今回正直あれでしょネットフリックスでもうダントツ1位でしょこれ。ああ、そうじゃないですか話題性はね。ねまあ、今、あの、視聴数というか。ダントツかなまあ、日本だと3位ぐらいだったかな。まあ、なんかまあまあ。うん。うん 世界のあれで見たらもう全然あれじゃないですか。もうもう回収も回収ですよ。なんかだからまだまだこのシリーズ、もうちょっと続きが見たい気はしますけどね。そうですね。まあ、次はね、うん、やっぱちょっと、さっき言ったドリドリ先生ですかね、やっぱね。 <laughs> いやいや、まずビバリーヒルズコップ5をやるべきいや、まだありますかどれどれもあるし、ね、ナッティープロフェッサーシリーズもありますから、ね。<あ>ね、ナッティープロフェッサーもいいですね。<laughs> まあエディ・マーフィー、そういう意味では、当たりのシリーズ結構あるんですよね。そう、ほんにあ。いや、でも今回、だからほら、あの、何娘のジェーンの彼氏、元彼っていうのが出てきたけど、途中でほら、より戻ってるから、うん、今度はあのその2人がね、 なんか、本当に結婚するぞ、みたいな話になってきて、で、親父としてのね、アクセルが、こう、ひどいお祝いをするんじゃないですか <laughs> <laughs> なんか、式場に、こう、カーチェイスとかで追ってくるとかね、ズガーンって,って。あまあね、邪魔はしながら結婚式ってのはあるかもね。ね。うん、でも、パパ最低って言いながらも、なんかちゃんと間に合った、みたいな感じで、ね、で、わー、みたいになって、で、<laughs> おい、あの、ボビー、次の事件だって言って、わーって行くみたいな。飲んでもいいかなとかね。うん、なんかこう、同時に的に今回のこうメンバーがあまりにも良かったんで、わーってなんか想像が広がりましたよ。うん、うん。で、おそらくまだ、あれですよ、年齢的に言うと、うん、あと5年ぐらいは、アクセルフォーリー働いててもおかしくないかなっていう気もした。まあ、この世界ではね。この世界ではね。うん、だから、まだ続編やって、 一ケージっていうのもまだ無理なくやれるのかな、ね、という気は。うん。ね、でここでいきなり次は大逆転とかなんかね。<laughs> <laughs> <laughs> それでも需要あるんですかそれ？いやだけど、うん。もうなんかこの調子でエディーマーフィー復活っていうところでやってくれたらいいんじゃないですか？ああまあね。うん。四十八時間大逆転。うん。うん まあ、ビバリーヒルズコップ。まあ、星の王子も。星の王子、次会ってもおかしくないですもんね、ねまたさらに。うん。うん、ただ、なんかちょっと、あれですね。復活した後、次っていうよりは、ちょっと他の人ちょっと昔好きだった作品の、その後をどんどんやってってほしいです、ね。まだからね。まあ、だから、ナッティープロフェッサーなのか、まあ、ドリトル先生なのか、でも、それぐらいかな。うん、もうなんかあんまり、他はちょっと、 思い当たるのがないですけど。まあまあまあ。でそのあたり日本やったら、たぶんあっという間に 5,、うん、5、6年経ちますよ、それ。まあそっか。じゃあ,あ<ー>まあ、まあもうエディ・マーフィもね、引退も見えてきてるから、なんかやっぱり自分のシリーズで綺麗に完結していってくれるのも、それはそれでいいかもしれないですね。そうですね。うん。あ次はなんかシュレックが決まってるみたいですね。あそうですね。まああれはまあ,あ<ー>まあまあ、あれも久しぶりか。うん。そうですね。シュレックも5。 すごい。そうですね。5ですね。うん、しかもそのシュ、シュレック5で出てくるドンキーの、さらにドンキーのスピンオフがあるみたいですね。ああ、じゃあ全然まだ。もうエディ・マーフィーゴリオシっていう。<laughs> <laughs> <laughs> いいですね、うん。なんですかねこれはなんか吹き替え版で僕ら見てるから余計好きなんですかねああ、であんまり私、 吹き替えはそんなイメージないんですよね、あそうなんですか結構、言語ですね、私は。へぇ<ー>、うん、そうなんですね。うん、なんか僕はあのゴールデン洋画劇場のイメージがやっぱ強くて、うん、うん、どうしても日本語吹き替えっていうのにすごい、おーって思った方ですけどね。あんまりイメージないですね。へー。だから下城アトムさんとか。あ,あそれ最初の方ですよね。うん、あのぐらい、だけどそれでもこの人じゃなきゃないですね。 まあまあまあ、その声のイメージがね。だからあの、ジャッキーの石丸さんみたいなのあ、ねうん、あ、そこまでない、ないですね。うん,うん。クリント・イーストウッドといえば山田康夫みたいなのとか。そうそうそう。ああ,あいう感じじゃないですね。うん。あそこまでね、行ききってしまえば、まあ確かに、ね、もう吹き替え版じゃないとっていう気にもなりますけどね。うん。うん。でも、クリント・イーストウッドは逆にあれかな。今は別に吹き替えじゃなくても良くなってきましたね。まあ、そうですね。うん。うん 山田さんのイメージじゃなくなっちゃったというか、まあ、山田さんも,もお亡くになられて長いっていうのもあるんでしょうけどね。逆にまあ、うん、上手い人がまた山田康夫さんの声でやってますからね。あ、そうなんですか。うん、ええー、じゃあそれはそれで見てみたいな。クレイマッチなんて、本当に山田さんがもっとお年取ったような声でやってますからね。うん、へただ、大平さんってすごい声のトーンが似てる人がね。 ああそうなんですか。栗田か一さんはルパン3世なんですけど、それ以外はただの洋平さんって方が結構やってらっしゃるんですよね。へえ、そうなんですね。うん、うん。まあ、だったら全然。うん。でも、ルパンはルパンでね、なんか栗田さんでどんどん今、味が、こう、いい感じのルパンになってますもんね。そうですね。うん、いい声してますね、やっぱりね。うん。もう、周りのメンバーで、ね、もう、大体変わっちゃいましたけど。もう、うん、今、だから、まあ、 クリタさんもオリジナルじゃないけど、オリジナルメンバーは栗田さんだけですからね、生き残って,生きてらっしゃるのだから、ね、からオリジナルとやってたメンバーっていう,、ねそう,そう。オリジナルじゃないですけど、まあ、もうそうなっちゃいましたからね、とうとう。須、うん、山さんが、ねうん、お亡くなりになっちゃいましたから。いやー、まあ、でもね、年齢的には、うん、もう80代になるとね、いつでもっていう感じはありますけど。いやー、まあでも本当、これは大おすすめですよ、ビバリー・ユルズ・ゴープ。 そうですね。まあ本当にあの、うん、何でもストレスないですしね。ない。一切ない。うん、で、なんとなく嫌な表現も、嫌な表現というかなんか鼻につく部分がない。ね、<laughs> ない。で、同人感もない。ちゃんと正当続編な感じもする。うん、そうですね。うんなん。かなんか本当、これけなす人、本当いないんじゃないですか まあそうですね、まあ、単純にあのもう全くキャストも映画も馴染みがなくてよくわかんないっていう人はいると思いますけどね、それぐらいじゃないですか、ね、かも,うえもう本当にエディ・マフィーとかビバリー・ヒルズ・コップ、触れた昔好きだった人は、まあ、別に、あなんかなこういうノリ、今でも見れるんだっていう楽しさですよね。 いやー楽しいですね、うん、でもいまだにあれですね、ビバリーヒルズコップの人たちが、ほら、最初、車でブーって行ってるときに、いろんな人たち出てくるじゃないですか。うん、相変わらず狂ってますよね、ビバリーヒルズって。<laughs> まあまあね、あれもね、なんかまあ、あの映画のためにっていう気もしないでもないですけどね。うん、だからこのこの映画の中のビバリーヒルズうん、もう今は、もうビバリーヒルズは別に映画の街でもなんでもないですからね、IT 長者の街ですから、今。あ,あそうなんですか。うん なんかそれはそれで悲しいな。もう映画作ってる人とか結構ニューメキシコの方に引っ越してるみたいですからね。ああ<ー>。で、もうお金持ちがいっぱいあの IT にの儲けた人がいっぱいあそこ引っ越してきちゃって大豪邸住んでて、うんうん、もう映画のあんまり街ではないっていうのがちょっと。へえ。まあまあそういうのちょっと寂しいですけどね。 だからこれはもう本当に、もう最初のシリーズ、もまずビバリーヒルズ行ったら、なんかもう、日常でお見えかかれない変な人たちがいっぱいいるっていうのはね、ちゃんとやってくれる、これ、あれですよね、全くその初見の人はやっぱり位置見るべきですよねそうですね、まあ、まあそれを見ないと、なんかこれはちょっと、何か気の抜けた映画の感じになると思いますよ、なんかいきなりこれから見ちゃうと。 そうですね。もういきなり、まあまあ、これから見ても面白くないとは思わないんですけど、でもやっぱり1、2で4みたいなね。うん。2> う、ねうん、2は2でね、トニー・スコットの名作中の名作ですから、まああの感覚もちょっと見てもらいたいっていうのも、まあありますね。うん、このおじさん、ビュバリー・ヒルズ・コップ2からするとね。<laughs> えー、ぜひぜひっていう。 で、今回のフォーをカツンと見てもらえると、いやー、映画って本当に面白いもんですね、って。<laughs> いやめましょなんか、いかがわしいから、それなんか。<laughs> 何ですかなとんでいかがわしいの <laughs> いいじゃないですか。もう、いう気持ちわかるけどな。本当に楽しいなって。こういうの、毎週毎週楽しみに見てたんですけどね。まあね。まあ、今はもう、これは、周りがよ、なんか、本当によくも悪くもよくできてる映画ばっかだから、 楽しいんですよ、これは。ああ、そうか。まあ、もちろんこれもよく作ってあるんだけど、昔の緩い感じのことを計算してやってますからね。本当ですね、うん。それは本当逆にまたさらに、もう昔の作品を今の人たちに楽しんでもらうために、緩いことをまた計算してやるって、なんかもうおかしくなってますよ、本当、この世は。いやー、あの、そう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 。でも難しいけど、 やっぱやってのける今のスタッフって優秀やなと思いますね。うんうん、そこ、ブレちゃいけないとかね、そうトップガンの、ねうん、マーヴェリックだってね、あれもう本当にあのもうこの21世紀のこの内容かよっていうことをちゃんとやってますからね、<laughs> あれは。うん、やってますね。すごいですよ。もう全くブレないですもんね。今の、うん、きみたいな,シ,シ,ビ、まあ、なんかシリアスにすると。 なんか好きだみんなが好きなあれにはならないってことをちゃんと,わかちゃんとやるかどうかってことですよね。なるほどね、うんまあ、なのでぜひあのビバリーヒルズコップアクセルフォーリーはい、えっと なんか僕、お金もらってるぐらい褒めちぎりましたけど。<laughs> <laughs> 全く。俺言ったらこのね、ザ・ノイジーズは結構やってますから、えー、お金もらってないように褒めちぎってるのね。ね。本当本当、これはもう何,何、全くストレスリーで皆さんお楽しみくださいとしか言いようがないので、はい、えぜひとも見ていただければと思います。はい、ということで、ドンパキさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。